はい、えー、皆さんこんにちはベック専任講師の滝と申します、えー、今日10月の5日は第54回社会保険農務試験の合格発表がありました、えー、これからですね、えー、そのまあ結果の概要とおそれを受けたね、えー、まあ感想をお話ししたいと思いますよろしくお願い致します まず、ね、最初に、まあ、今回の試験に関するですね、まあ、基本的な数値データをですね確認していきたいと思いますまずですね受験申し込み者数、まあ、願書を出した人の数でありますね、まあ、前年に比べますと3.6%増えまして52,251年になりました続いて受験者の数でありますけどね こちらの方は久々に4万人台のりましたねだいたいねこれ平成27年のね水準この辺りまで戻ってきましたね。でこれが前年比で言いますとね結構増えましたのね増加になりました次に受験率ですけどね、まあ、受験率の方もほぼね、まあ、コロナ以前に回復したと言いますかね77.8%ということでね 前年に比べますとポイントこれもね増加しておりますでこのようにねまあ受験申し込み者数受験者数等は増えたんですけれども肝心の合格者数ですけどねまあこれは残念というか厳しい結果ですね2134人まあ2,000人のね大台はクリアできましたけれども前年に比べますとねなんと803人もね800人今日ですね減少してしまいましたと。 ということでねそうなると当然ね合格率は大幅に下がるわけでありまして5.3%まで下がっちゃいましたねこれね過去ワースト3番目のね数値ですよね前年に比べますとね2.6ポイントのね減少という非常にまあ厳しい結果になりました次にまああの合格者の属性ということでねここではまあちょっと年齢階層と性別についてお話したいんですけれども 年齢階層のところはねあの実は前年はね20歳代以下だとか30代がね、えー、増えて割にね若返ったなという印象があったんですけれどもまあ今回はそのででも言いますすか、ね、逆なんですよねで、まあ、20歳代と、ね、30歳代がシェアを前年に比べますと落としましてで逆に40歳以上がね、えー、シェアをそれぞれね、えー、伸ばしたと。 ということでね、ちょっとまあ他の試験にないね、こう数値が踊っているんですよね。例えば五十歳代二十点一パーセント、さらに六十歳代以上当然七十代もね入ってますけれども、ここの階層がね七点一パーセントということなんですね。でまあ最高齢者去年がね七十三歳だったんですけれども、最高齢者ね七十五歳と。 いうことでね、なかなか他のね国家試験資格試験に比べると、やっぱり社会保険の無視で比較的ね中高年の方がまあ検討しておられるとそういうデータが出ておりますえ。続いて性別でありますけどね、これはねまあ昨年とほぼ変わらないんですね。昨年に比べると男性がね0.2%アップして、女性が0.2%ね減りましたけどね、ほぼまあ前年並みと。 いうことでね、まあ四割近くが女性であるという基本的な傾向にはね、えー、変わりはありません。はい、じゃあ次に点数を見ていきましょう。まあ今回のね第五十四回試験の合格基準、えー、まず選択式ですけどね、総得点これは結構高くなりましたね、二十七点ね二十七点以上ないとダメですよということでね。 前年に比べると三点アップしました。でこれはね三点アップしたというのは当然理由があるわけでありまして次の平均点を見てください。平均点四十点満点なんだけどね平均が二十四点六点結構みんなできたそんなイメージですよね。で平均点の方が前年に比べますとね二点八点でありますのでね。えー、試合後入いたしまして、えー、まあ総得点はね二十四プラス三で二十七点以上と。 いうんでね、えー、近決、えー、まであ見るね次に例年ね総得点以上に選択式についてはいわゆる科目ごとの基準点でね補正があるかないかこれがね、えー、焦点になるんですよね。で原則はね皆さんもご承知のように各科目3点以上補正科目今年はですね久々にですねこれがなしということでですね でまあこの辺のところはね、えー、まあ問題になったのはね社会保険一般常識がね、えー、まあ下馬評というか、ねえー、事前にねひょっとしたらというのはあったんですけどね、えー、これはですね後でお話し,しますけどね思いのほか皆さんの出来が良かったというかということでね、えー、結果的にですねあの科目も引っかからなかったので補正科目はなしとこういう結果に終わったわけであります。 次にですね択一、えー、式はどうであったかと言いますとね総得点はですね、えーまあ、前年に比べますと点点下がりまして44点以上ということですよね。でこちらもまあ基本的にね、えー、全体の平均点とまあ連動するというね仕組みになっておりますので、えー、全受験者の平均点、まあ、例年あまり高くないんですね今回も30.9点、まあ、可能時点30点はクリアしてたというレベルでありまして。 こちらはですね前年度の差がですね微妙なところでしたねマイナス1.4点ですから試合合入するとね2点引くわけにはいかんということでマイナス1の44点になったということになります。また科目の基準点でありますけどねこちらのはまあ比較的ねハードルは低いですよねだって10点満点で4点以上でいいわけですからねでまあ今年もねまあ補正科目ない年の方が多いんですけどね今年もまあ補正科目はなしと。 いうことでキャッチアッを見ておりますただしまあ今年はですね、えー、まあこれはねちょっと、ね、問題を作成する側に反省がね、えー、必要だと思うんですけれども答えが2つ出ちゃうというのがね、えー、まあ同じ科目健康保険法の「問いの六と「問いの10、まあちなみにあの問いの十はねデックの方では以前から指摘していたところなんですけれども、えー、この2つの問題でね、えー、まあ正解というか答えになるべきものがですね2つ出ちゃったと。 こういうことでですねこれはまあ二つのね a といいですかねその二つの回答いずれもね正解扱いするということなんですねだからまあその辺のとこもねあってですねこれはね四十四点になったとまあそんなイメージでありますねだからまあ去年よりは若干まあ難しかったことには変わりはないということでありますはい。じゃあ次に先ほどちょっと言いましたね今年はもともとね えまあ選択式ではほぼ唯一と言っていいぐらいね、えー、焦点となっていた科目がですねちょっとこれについてね、えー、今回公表されたデータでね、えー、見ていきたいと思うんですけれども、まあ、平均点はね確かに低いですよ。ねえー、平均 2. 5点ということでですねこれだけ見るとね、えー、まあ補正されてもおかしくないぐらいの点数だとは思います。しかしかながら 得点の分布でありますよねなんとね事前の予想ではねこれは5割をねラインを突破してるんじゃないかと言われておりました2点以下の方のね、えー、まあ割合ですよねシェアが5割届いてなかったというんでねこれはおそらくですねまあ多くの方がねえこんなに、ね、みんなよくできたのかというんでね驚かれたんじゃないかと思うんですね2点以下の方がね。 5割ぐらいはいるとね、みんな思ったと思うんですけれども、49.3%ですからね、次のね、えー、1点以下3割云々なんていうのはね、もうはなから問題にならなかったというわけですよね。えー、まあ、之前の予報ではね、2点以下はほぼね、えー、5割は超えるであろうと。しかし、まあ1点以下はね、えー、5割はちょっと無理じゃないのと、えー、3割ですね、えー、無理じゃないのと、というのがね、一般的なね、えー、最大公約数的な。 予測だったと思うんですけれども、もう2点以下のところでね、えー、まあ半分にも満たないということですね。これではね補正が問題となる余地はそもそもないとこいうところですよね。でまあ結果なんですけどね、結果的に見るとまあ初学者の方でもね、結果的にまだよ比較的容易に2点またはね3点を取れるようなねそういう問題であったと。 まあそういうふういふに、ねえー、結論付けるとこういうねでこれねあの得点の分布が出てますけどね2点の方が 32.7%3 点の方がねなんと33.4%ということでね2点3点のところにガッとね、えー、まあ集中したとそういうね、えー、結果になったということですよね。よろしいでしょうか。 それではね以上のようなね今回の結果を受けてですね、まあ、簡単にねまとめということでお話したいと思うんですけれども先ほど申しましたようにもう今年に至ってはねコロナの影響によるいわゆる受け控え的なものはもうほとんどねデータ上はなかったんじゃないかと思われますよね。次にですね、まあ、社動市のねのの人気の回復と いうことなんですけれども、まあこれはね今年のデータから見ればまあ本物底堅いものがあるというふうに考えられます。え次ですね今年思ったのは受験生のレベルが上がっているということで特に選択式ですよね選択式の合計点のところがね、えー、まあ基準点が27まで上がったとでまあ実際ですねいろんなね。 ネックの受講生さんの自己採点の結果とかを見ましてもですねあの卓越式がねまだ初学者で三十数点にとどまっているような方であってもですよからまあ最近はね受講生のレベルとりわけ選択式の方はねかなり全体がです、ね、底上げされてきているそういう印象があります。 でまあ、こういったね、えー、今回の結果を踏まえて、えー、なんですけれども、えー、まあ毎年ねこれは同じこと言ってますけれどもまずは、えー、基礎固めということでね一つの目安としてはやはりですね卓一式でね40点程度ですよね、えー、卓一式で40点程度のレベルまでね上げていくという勉強ですよねねねね地道ななななここれはは、ね、は努力が当然、ね、一定のボリュームは、ね、やはりこなさないと特別なね。 えー、頭脳優秀な方以外は、ねえー、そんなに簡単には、ねえー、半年とか1年程度はなかなか、ね、40点も届かないという人のが圧倒的に多いんでね、えー、まずはそれなりに時間をとって、ね、基礎固め卓越式40点を、ねえー、まずは目指すすとということですよねであとはねやはり、まあえー、今回もです、ね、何だかんだ言ってもね一般常識というのはです、ねえー、比較的、ねえー、思った以上にいい点が、ね、皆さん取れてないということもあるんですね。 で一般常識はこれね、えー、いつも言っておりますけれども、ね、一般常識暗記問最後にやればいいそういう発想はね、えー、もうご法度でありますね。えーまあ、1年目の方はねなかなかそうはいかないかわかりませんけどねもう2年目以降の方はですね、まあ、できる限り早い段階からね一般常識もですね、一般の法律科目とね並、えー、行的にでもちろん構わないので、えー、何らかの形でですね、えー、学習するということが必要ではないかと思いますね。 えそしてえまたねえ今年の出題傾向なんか言いますとねえまあ事例をねえ意識した問題と言いますかねえ事例を使った問題が増えてきているというのはねえまあ事実でありますですから当然ねえそういったものもですねえ踏まえた学習が必要になるということなんですよねですからね一番簡単にやれるのはやはりねえ過去問で事例形式で出ている問題をねえまず最初 ずっとと一覧するというかねどんな問題がどういう形で出てるのかというのを知っていただくのとあとはですねやはりあのテキストにですねところどころで具体例といいますかね事例が紹介してあるとそういうところをね随所にあると思うんですよね。でかその辺のところを、ね、改めて、ね、重点的に学習するというようなねまあ一番簡単にできるところからね取り組んでいただきたいと思います。そして最後に言いたいたね 暗記のからの脱却をということでね。で、社労試験ってあのもちろんね、一定の範囲ではね、えー、暗記といいますかね、あのどうでもいいような数値をね、覚えなきゃいけない要素は、これはね、最終的にもなくならないと思うんですよ。だんだんね、傾向は変わってきているとはいえね、えー、暗記が一定限度では必要だというのはあね、えー、当然だと思うんですよね。でもそれだけではないですよと、暗記だけに頼っちゃダメですよと。 言うんだよね、えー、まあ今年雇用保険の,、ねえー、あの問題、えー、ありましたよね。所定給付日数が問題文に入っっているえとね、えー、皆さん驚かれたか分かりませんけれども、まあ、今後あの手の、ねえー、まあ問題というのは当然増えてくると思いますんでね、えー、単純に数値等をね、えー、覚えてそれを吐き出すという勉強からはね、えー、まあだんだん、ねえー、脱却していくというわけですよね。 いろんなデータをもとにその場で考えていくそういう、ね、応用能力といいますか、ね、そういったものが今後は、ね、今まで以上に問われると思いますので暗機能からの脱却ということで,です、ね、この辺りのところも、ね、少しずつ勉強に対する、ね、アプローチの方をです、ね、見直していくことが、ね、必要ではないかと思います。 とというこでね、今年は大枠ではですね、それほどねあっというところはなかったと思うんですよね。先ほどちょっと社一のね得点のね、分布のようにね一部をやっているところがありましたよね。で今回のね、結果を踏まえてですね来年に向けてね来年受ける方はですね改めて決意を新たにしてですね、頑張っていただきたいと思います。それれでではすね、ね、こをちまして第回 社会保険労務試験の合格発表を終えてですね、えー、の講義は終わりとさせていただきます。お疲れ様でした